小黒丸城は、福井県福井市、黒丸町にあった、南北朝時代の日本の城跡。阿蘇は七条の一つで、別名軍黒丸城。本城にあたる北西の大黒丸城と合わせて、黒丸城と総称される。九ず川と阿蘇和川の合流部に近い中石地に、築かれた平城である。集落名から、軍黒丸城とも呼ばれる。大黒丸城とは、約6キロメートルの距離がある。 つい記念は定かでないが、太平記によれば、北朝方で越前国の守護、柴高常と南朝方の新田義貞との間で越前における騒乱が勃発し、延元3年、県武5年2月の日の川の戦いで、神殿勢が各派生を越前国府から敗走させ、落ち延びた柴高常が新たな拠点としたものが黒丸城である。高常はこの時、 黒丸城周囲に市場として、明日は七条と呼ばれる複数の城西軍を築いているが、小黒丸城も七条の一つに数えられる場合がある。なお、太平記の中では、大黒丸、小黒丸という書き分けはなく一貫して、黒丸城となっている。太平記によると、新田義定らは、延元3年、兼武5年5月から、黒丸城と明日は七条に大規模な攻撃を開始した。 5月2日の戦いでは撃退され、21日にも準備がなされたが、後代後天皇により、吉貞を京都へ呼び戻そうとする動きがあったため、中断した。そして、うるう7月2日には3万の兵力で、再び攻勢をかけた。しかし、藤島城攻略に苦戦する自軍を特戦するため50機の手勢で、藤島城へ向かった吉貞は、 小黒丸城から出撃した芝方の軍勢300と、鉢合わせしてしまい、愛学戦死する。その後の神殿勢は、弟の脇屋義助が中心となって、なおも、芝高綱と対峙し、延元4年、略王2年7月に、黒丸城を攻略して一時は高綱を、加賀国に撤退させた。しかしその後奪還され、義助は、美濃国に落ち、略王4年、 広告2年までには、越前全域は、柴田勝音が掌握することとなった。現在は、水田、宅地化しており、地表上に、遺構は見られないが、石碑が建てられている。また、埋蔵文化財放蔵地としては、黒丸遺跡として搭載されているが、上石という種別では記載されていない。ありがとうございます。